おはようございます。今日はですね、3日目の朝迎えてます。5月13日月曜日、時間はですね6時40分ぐらいです。昨日コスモアイル作為というところに行って、お土産を買ったんですよ。なんでちょっとね、その戦利品をお見せしようかなと思います。まず一つがね、NASA T シャツ、 NASA のエコバッグ、 NASA ステッカー、グレーの人形、 NASA の帽子。5000円以上購入すると、実はねこのエコバッグがもらえたっていうことだったんで、エコバッグをもらいました。まあそういう感じでですね、今日は山形県まで行こうと思ってますので、それでは出発しましょう。はい、今日のね道のりはこんな感じになってます。424キロ、今から出て夜の9時に着くことになってる。まあもうちょっと早く着くんじゃないかなとは思いますけどね。で、一般優先で下道で行くと。ここまで行く予定なんですが、こっから、大船渡がこの辺だと思います、多分。で、なんでこう、お回りするかっていうと、この途中にね、遠野っていうところがあります。遠野っていうとですね、神話とか妖怪とか、その辺が有名だと思うんですが、ちょうどですね、最近アニメで牛音虎をまた見てるので、遠野に行ってみたいなというのがありまして、こっちを通ってみようかなと思います。ということで、3日目のスタートです。上越の方に行くんですね。当然なんですけども、地名はね分かるけども、行ったことがないというところばっかりなので、これは楽しみですよね。で、今回はねずっと日本海を北上していくという感じになってます。今ね、里見っていうのかな、里味っていうのかな、なんかレストランみたいなのがありましたけども、水戸黄門みたいな絵が描いてありました。どうしてもね、上越っていうとやっぱりそういうイメージですよね。なんか時代劇のイメージなんですよね、上越っていうと。はい、恋人岬こんなとこあるんですね。下の方にも降りられるようになってるのかな。一応道ができてますね、あそこに。ただこれを降りる勇気はないな。まあ他にも道があるんでしょうけどね。やっぱこうやってね、旅に来ると普段見れない景色っていうのが見れますからね、いいですよね。向こうには何にもありません。こっち側に行くと島が見えるかな。ちょっと令和元年5月1日入籍しましたと、おめでとうございます。いや、良かったですね、こういうの見るとね。一昨日琵琶湖の辺に泊まってたんですけど、昨日そっから石川行って新潟入ってっていう。うわ、すごい下道で来るってね。いつ頃出たんですか。出たのはですね、土曜日ですね。土曜日出発して。あ、そうです。意外と早いですね。はい、で帰りは来週の水曜日ぐらいに帰れたらいいなと思って。はい、のんびり行こうかなと。あ、ね、俺も去年一昨年かな、はい、70段ですね、はい、仕事辞めて1月、2月、はい、1月北海道くらい泊まって。ああ、それ楽しそうですね。9月の21日から。それでもあれだけありましたね、2月行ったら。すごかったですね。へえー、9000キロ走りましたね。あ、北海道と合わせて9000キロ。9000キロですか。すごかったですね。いや、旅はいいですね。そうですね、僕も初めてこんだけ長い旅に行くんで。はい、逆に冬の海の方が好きですけどね。ああ、そっちの方が結構荒々しい感じですか。
さすがにこの下は入れないんですよね。この下はね、なんかあのあそこに祠みたいなのがあって、下行かれるんですよ。あ、違うルートで行けるところがあるんですか。そこからね、その階段、子連れとかね、夏海水浴なんか、ああ、ね、こう下にテント張ってね。あ、そうなんですか。下にテント張るのも結構怖いですね。よし、じゃあですね、彼氏彼女がいない方、あと声に悩まれてる方とかのためにですね、鐘を鳴らしておきます。はい、そういうことでですね、とりあえず恋人岬はこれぐらいにしたいなと思います。ああやってね、お話できるっていうのはやっぱ楽しいですね。一日ぶりに人と話をした気がします。ちゃんとさ、じゃあですね、恋人岬を後にして、目的地に向かいましょう。でも2ヶ月ぐらいかけて北海道と、東北の方ですかを回ってっていうのはやっぱり憧れますね。楽しそうですよね。これがそのゴールデンウィークとか、休みの時期になると人が多くて賑わうっていう感じでしょうかね。はい、ということで恋人岬でした。じゃあ行きましょう。道の駅和島というところに来ました。ちょっとね、気になったのがガンジーソフト。なんかね、あの久しぶりに冷たいものが食べたくなったっていうのもあるんですけど、とりあえずソフトクリームを買っちゃいましょう。新潟県内で一番売れているソフトクリームですと。あ、これか。なんかこれめっちゃ安い。すいません、ソフトクリームが欲しいんですけど。はい、はい、はい、あ、すみません、ありがとうございます。いただきました、ガンジーソフトクリーム。じゃあ早速。あ、おいしい。もうちょっとしたらね、新潟市に入るんだと思うんですけども、見てください、目の前の山、真っ白の雪ですね。ずっと走ってますが、ようやくですね、300キロ切りました。298キロかなと。で、298キロっていうとですね、すごく遠く感じるんですけども、まあ、なんとかなるでしょう。さあ、そういうことで、今10時58分、もうちょっとで12時のお昼ですかね。ちょっとですね、その辺も探しながら行ってみましょう。今これね、バイパスに乗ってるんですが、次のね、インターチェンジが競馬場インターチェンジってなってました。新潟競馬場ですかね。はい、ここが新潟競馬場の出口です。もうスタンドが見えますね。新潟競馬場のスタンドが見えてます。温泉ってなってますね。入ってんのかな。行ってみようかな。お風呂にまだ入ってませんからね。
こちら、お風呂入れますかね。はい、500円になります。あ、お風呂はそちらの廊下の突き当たりですので、あ、分かりました。左回っていってください。はい、どうぞ。すごく省エネな感じですね。いや、なんかすごいな、ここあえてここに泊まりたい気もしますけどね。泊まれたら地層ですよね。なんだろう、全てが立ち入り禁止になってる。なんだ、でもロケーションめっちゃいい。いいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、気持ちよかった。はい、じゃあですね、いいお湯に入ったということで行きましょうか。なんかね、お湯がね、しょっぱかったんですよ。しょっぱかったんで、海水が入ってるのかな、何なんだろう。わからない。まあでも、いいお湯なことに間違いはなかったです。やっぱりね、温泉だったのでちゃんとね、ボディーソープとかシャンプーもついてて、昨日はね、シャワー浴びたとはいえ髪を洗ったりはできなかったんで、まあ本当濡らしてからバーッとやるだけですね。それだけの話だったので、ちょっとね、すっきりしたなという感じがします。良さそうなとこありましたよ。海を眺めながらお食事が楽しめる癒しのレストラン三崎と。ちょっとね、お昼ご飯ここ行ってみましょう。あー、いいなこれ景色が。せっかくだからご当地のものが食べたいですね、できれば。さあ、何が美味しいんだろう。一人です。はい。お注文決まりました。はい。いただきました。美味しかった。これで元気が出そうです。
とね、運転が6時間ぐらい残ってますからね。よし、頑張ろう。目的地山形に向けて出発します。結構時間の余裕がある分ちょっと立ち止まったりはできるかなっていう感じです。まあ、時間の余裕があるとか言いながらですね、到着は夜の8時42分到着なので、まあね、そこまでのんびりできるわけでもないんですが、ところどころで休んだりしながら行ってます。今の時刻が、昼の2時40分ということは、あとそうですね、あと6時間ぐらい運転してると、山形県の道の駅に着くはずです。晩ご飯どうしようかなっていう感じですね。昨日の残りのポテトサラダがまだ残ってるので、この冷蔵庫の中ですね、冷蔵庫の中にあるんで、まあ、それもおつまみにしながら食べようかなとは思ってますけどね。あとチーズとソーセージを買ったのか、まあ、チーズとソーセージに関しては、ずっと置いといても大丈夫なはずなので、どうにかしましょうかね。はい、看板は取れなかったんですけども、ようこそ山形県へという看板をさっき見ました。ということで、山形県に入ったかな。山形県についに入りました。新潟がね、結構長かったかな。ネズミが関、あんこうとかんだらが美味しいらしいですね。はい、道の駅が見えてきました。ということでここに寄ってみましょう。道の駅なんていう名前だ、厚見っていう名前の道の駅です。結構なんか立派な感じがしますけどね。ここはですね、山形県の庄内市っていうところみたいです。で、今がここで、こう行けるのかな。今ですね、5時44分で、到着時間がですね、7時26分ということで、もうね、到着まで2時間切りました。今日はですね、本当にもうひたすらずっと運転するという一日でしたけども、やっぱりね、来たことないとこだからすごい楽しいですね。疲れも大してないような感じです。まあ、実際疲れてるんでしょうけどね、それよりもなんかこう気持ちが盛り上がってる方が強いですね。で、今日の夜はね、到着してしばらく経って落ち着いたら、ライブ配信もやりたいなと思ってるので、体力を温存させながら頑張りましょう。はい、ですね、今ね、ローソンに着きました。本当は、スーパーに行きたかったんですけども、またマックスバリューしかなくてですね、マックスバリューはいつも地元であるので、ちょっとそれはやめとこうと。まあ、ローソンもあるんですけどね。で、お酒はね、買うところがないといけないので、もうここでね、買っちゃおうと思います。あともう、5キロとかそんなもんですからね。到着したら、とりあえず、のんびりしましょう。じゃあ、まずコンビニに行ってきます。
はい、ですね、ビールをとりあえず買ってきました。普通のね、ジュースの自販機ぐらいだったらあると思うんで、そうですね、今日はライブ配信もやるつもりでいるので、まあのんびりしましょう。あと2キロです。到着しました。目的地にね、しっかりとたどり着けたので、のんびりできそうです。これで ライブ配信までですね、まだ時間もあるので電話をしましょうか。うちの奥さんと家族に電話をして、ちょっと話してみましょう。これはね、毎日やりたいので。もしもし。あ、もしもし。はいはい。みんな起きとる？あ、みんな起きとるよ。またじゃあ一人ずつ喋っていこうか。ちょっと待ってよ。うん、帰ってきます。はいはい。父ちゃん、寝れ出した？父ちゃん、父ちゃん、もしもし。もしもし。誰ですか？もんちゃん。あ、もんちゃん。うん。どうかね、なんか変わったことあった？うん。なんもない？うん。学校も面白いかな？うん、面白いよ。ああ、そうかそうか。父ちゃんはね、うん、来週の、うん、木曜日ぐらいに帰るから、それまでちょっと我慢しとってね。うん。変わっていい？いいよ。もしもし。もしもし。父ちゃんだよ。はい。声ないよ、ま、父ちゃんですよ。もしもし、父ちゃん。はい。元気にしとったかな？どこにいるの？今はね、すごく遠いところにおるよ。へー。僕も行きたかったよ、僕も。僕も行きたかった。じゃあ今度連れてってあげようね。じゃあ今度は連れてってあげようね。前見ろ。はい。もしもし。もしもし。はい、元気ですか？うん。もうお風呂。父ちゃん寂しい。うん？父ちゃんがおらんと寂しいな。寂しい、そうか。またね、今度帰るからね、それまでいい子にしとって。うん。ね、母ちゃんの言うこと聞いてよ。うん。わかったね。もしもし。もしもし、大丈夫、大丈夫そうかな？そうです。まあまあ、ちょっとまだまだ続くけえね。ああ、もう今山形なんかな。今山形で、明日は最初ね、遠野っていうところ行ってから、ああ、そっから大船渡に行くつもりじゃけ。ああ、うん。じゃあ明日はやっと会えるんだね。そうじゃね。ああ、分かった分かった、気をつけてね。うん、次回あとはもうライブ配信して終わりぐらいかな。まあそんな感じで。うん、気をつけてね。はいはい。うん、またね。うん、はいはーい。はいはーい。じゃあねー。はーい。はい、3日目終わりました。本当にね、今日はずっと移動ばっかりしてるっていう1日だったんですけど、結構走りましたね。400キロぐらい走ったのかな。全部下道で走りましたけど、明日はですね、岩手県にようやく入って、まずは遠野の雰囲気を味わって、それから、今度は大船渡という感じで、そこでようやく友達に会うかなと思います。もうちょっとしたらライブ配信をして、でライブ配信が終わったらもうね、すぐ寝ようかなと思います。まあご飯は結構貧相なんですけど、まあソーセージとポテトサラダと、あと何かあったっけな、あとチーズがありました。そんな感じで、まあ軽い晩ご飯にしちゃおうかなと思います。お昼ご飯がね、ちょっといい値段でしたからね、1500いくらしましたからね、800円ぐらいが良かったな、高くても。いや、もうお腹も鳴ってるのでちょっと食べようと思います。配信でもありましたけども、一番持ってって良かったものって言われれば、こういったものをですね、保存できる冷蔵庫なのかもしれません。